コメコメ戦隊炊飯ジャーン。ある日のことです。メシオくんはお菓子が大好き。お米は全然食べません。しかもお菓子を食べてはゴロゴロ、お菓子を食べてはゴロゴロ。お母さんが、メシオ、お部屋片付けたら？やだ、疲れた。メシオ、お風呂の掃除して。めんどくさい、疲れた。全然言うことを聞きません。そんなメシオくんを見たお母さん、もうどうすればいいの？お手上げです。そんな時、お待ち、どうさん。この声は、台所から声がしました。声の先を見てみると、なんと炊飯器が喋っているではありませんか。困っている人がいるって？それは大変だ。行け、お前たち。パッカー、蓋が開いたと思ったら、中からプシュ、お米が2粒出てきました。そう、彼らの名前は、美味しすぎてごめんなさい、コメコメ戦隊炊飯ジャーン。彼らのことを説明するよ。僕の名前はゆめぴりかレッド、炊飯ジャーのリーダーさん。甘いマスクに粘り強い性格、どんな食卓でも僕は主役になるよ。七つ星ブルー、僕は冷めても美味しいんだ。お弁当やお寿司、何でもござれ。どんなおかずとも仲良くできるよ。だから僕は北海道で一番食べられている炊飯ジャー一の人気者なんだ。ゆめぴりかレッドと七つ星ブルーが助けに来てくれました。みんな2粒のことを応援してください。頑張れ炊飯ジャー、負けるな炊飯ジャー。みんなありがとう。みんなの声がゆめぴりかレッドと七つ星ブルーに届きました。くらえ必殺シュッライスシャワー。ライスシャワーを浴びたメシオくん、あれ？どういうこと？金のお米が降ってくるよ。そう思ったのもつかの間、お米が大好きになりました。ちなみにお米には、じゃ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 ん、頭や体にいい栄養がたくさん入っています。メシオくんはお米をたくさん食べて、勉強やスポーツも絶好調。お母さんのお手伝いをするとってもいい子になりましたとさ。さらにメシオくん、久しぶりに学校に行くと、メシオ、メシオ、女の子にもってもてになっていました。みんなもお米を食べて、メシオくんのようにモテモテになるかならないかはわかりません。北海道の食卓の強い味方、コメコメ戦隊炊飯ジャー、次は君のお家に行くかもしれません。どのお米がやってくるかはお楽しみに。